今日はアンパンマンのお魚ピチピチくるくる回転寿司で一緒に遊ぼうね。ここはアンパンマンの回転寿司屋さん。回転準備始めるよ。まずはお魚を取ろうね。お魚はこの網で水槽から取るんだよ。いっぱいお魚取ってさばいていこうね。それじゃあ取った魚をさばいてシャリにネタを乗せて握っていくよ。マグロだね。握ったお寿司はお皿に置いてこの回転レーンに置いていくよ。じゃあ今度は卵を握ろうね。卵も回転レーンに乗せていくよ。そして今日のおすすめエビ。エビを握っていこうね。エビはこのシャリに乗せて握っていくんだよ。それじゃあエビもお皿に乗せて回転レーンに置こうね。あとはカッパ巻き。カッパ巻きとやっぱりデザートも乗せておこうね。これで回転準備ができたからアンパンマン一緒に回転しようね。くるくる回るよ。お客さんとしてやってきたのはドキンちゃん。ドキンちゃん何を注文するのかな。エビお願いします。おすすめのエビ。エビから食べ始めるよ。むしゃ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 。もうプリン食べるんだね。ドキンちゃん甘いものが好きなのかな。むしゃ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 。今度は何かな。プリンお願いします。またまたプリンだね。プリンはいどうぞ。ドキンちゃんとことん甘いものが好きなんだね。今度は何かな。またエビだよ。ドキンちゃんエビとプリンこれしか食べないみたいだね。むしゃ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 。ああ美味しかった。アンパンマンありがとね。アンパンマンのおもちゃでアニメ、お魚ピチピチくるくる回転寿司、楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。